納豆。納豆は、大豆を納豆菌によって発酵させた、日本の発酵食品。各種が存在するが、現在では、一般的に、糸引き納豆を指す。菓子の一種である、缶納豆とは別物である。骨にカルシウムを与えて、強固にするビタミン、K2 などのビタミン類やミネラル、マグネシウムなど、食物繊維、腸に良い乳酸菌。 タンパク質が含有されている。骨にも良く、免疫力を高める健康食である。長寿国日本の長生きの秘訣として、各国の健康志向の高まりに伴い、国外でも匂いを弱めたものなども含めて人気を博している。大豆を納豆菌で、細菌発酵、周期参照をさせた発酵食品である。日本全国の食品売り場で容易に手に入れることができる。 納豆、納豆汁などが冬の季語であることや、納豆時に医者いらずということわざがあったように、納豆の時期は冬である。一方、7月10日が納豆の日とされている。これは1981年、関西での納豆消費拡大のため、関西納豆工業共同組合がな、7、と、10の語呂合わせで制定したものであり、1992年、 全国納豆工業共同組合連合会が改めて納豆の日として制定した。近年では健康食品としても注目を集めている。平安中期の新猿楽器の中で、小人物、春、塩辛納豆とあるのが初見で、この猿楽器がベストセラーになったことにより、納豆という記され方が広まったとされる。また、 納豆は精進料理として、主に禅寺の納書、納書寺院の倉庫で作られた食品で、これが名前の由来という説が、本朝食館百九十七年間という書物に載っている。納書に勤めていた僧侶が納豆作りをしていたので、納書の字を取って納豆になったという。ただし、本朝食館では禅の伝来以前に、新猿が茎に名があることから、 自社起源説には疑問をつけている。本来は豆を腐らせた、発酵させたものが豆腐、型に収めたものが納豆だったが、両者が取り違えられたと名称の由来が語られることがあるが、これは誤った、俗説である。納豆が日本独自の言葉であるのに対し、豆腐は中国から伝来した食品であり、中国でも豆腐と呼ばれており、取り違えられることはあり得ない。 自然発酵法で行われた、納豆という語句が確認できる最古の書物は、11世紀半ば頃に、藤原明平によって書かれた、新猿学記である。同作中に、不水気候室大根鈴木塩から納豆という記述があり、平安時代には、納豆という言葉が、すでに存在していたことが確認できる。この記述の読み下しには、諸説あるが、鈴木塩から、納豆。 薄月塩、新納豆、大根薄月、塩辛納豆など、新納豆イコール糖納豆など、これは本来の意味の納豆、つまり現在の塩辛納豆を指すものであろうという意見が多い。本来の納豆の由来等、詳しくは本項目口述の塩辛納豆の節を参照。糸引き納豆は二豆と藁の金、弥生時代の住居には藁が敷き詰められていた。 また、炉があるために温度と湿度が、金繁殖に適した温度になるが、たまたま作用し、偶然に糸引き納豆ができたと考えられているが、期限や時代背景については、様々な説があり定かではない。大豆は、すでに縄文時代に伝来しており、稲作も始まっていたが、納豆の起源がその頃まで遡るのかは不明である。糸引き納豆が資料として確認できるのは、 室町時代中期のおとぎ造史、精進魚類物語が最古のものと言われる。生草料理と精進料理が擬人化して合戦する物語だが、納豆太郎糸へという納豆を擬人化した人物の描写は、わらずと納豆と通ずるものがある。南北朝時代、田場山国上昇工事にいた黄金法王が村人に、わらほう納豆、山国納豆の製法を伝えた記録が残る。 戦国時代において、武将のタンパク源やスタミナ源ともなっていた。また、江戸時代では、京都や江戸において、納豆売りが毎朝納豆を売り歩いていたが、製法は容器に付着した納豆菌による自然発酵で行われていたため、不安定であったと考えられている。1894年の矢部菊地による納豆の研究以降数多くの研究が行われた。 半沢人志により1918年に純粋培養された納豆菌による安定的かつ衛生的な製造方法が報告されると同時に確立し工場生産品の流通が始まった。戦時中は軍用食として終戦後は日本人を救う栄養食として食べられ日本に納豆が普及していった。常食される地域は長らく偏りがあった。 1960年代以降の冷蔵輸送技術の発展と普及により流通量が拡大し全国的に見られるようになったのは近年平成になってからのことである。血液凝固因子を作るのに不可欠なビタミン T や大豆由来のタンパク質が豊富であり現在でも上質なタンパク質源とも言える。食物繊維は 100g 中に4.9から 7.6g と 豊富に含まれる。食物繊維は、オリゴト等とともに、プレバイオティクスと呼ばれる、腸内環境に有用な成分であり、納豆菌は、プロバイオティクスと呼ばれ、これも、腸内環境に有用と考えられている。納豆には、抗菌作用が認められ、抗生物質が見出される以前は、赤痢、腸チ,チフス、病原性大腸菌などの増殖を抑制する作用があることから、腹痛や、 下痢の治療に用いられていたことがある。納豆に含まれるジピコリン酸は抗菌作用を有し、溶錬菌、ビブリオ、病原性大腸菌などへの抗菌効果が認められている。納豆には血栓を溶かす酵素が含まれており、納豆から単理した納豆キナーゼを蛍光投与した犬で血栓の妖怪が観察されたという報告がある。 納豆に含まれるビタミン K は骨タンパク質の働きや骨形成を促進することからビタミン K を多く含む納豆が特定保険用食品として許可されている。また、ポリグルタミン酸にはカルシウムの吸収促進効果があるため納豆から抽出されたポリグルタミン酸が特定保険用食品として許可されている。納豆菌の一部には 安定したが法のまま腸内まで生きて到達してビフィズス菌を増やし腸内環境を正常化する効果があることからそのような効果を持つ納豆が特定保健用食品として認可されていい。多くの豆化植物の種子と同様に大豆種子中には有毒なタンパク質性のプロテアーゼインヒビターやアミラーゼインヒビターやレクチンが含まれているため生殖はできない。そのため加熱して プロテアーゼインヒビターやアミラーゼインヒビターを編成、失活させて消化吸収効率を上げている。なお、加熱してもプロテアーゼインヒビターの失活は十分ではないので、納豆菌などを繁殖させて、納豆菌の分泌するプロテアーゼによって、大豆出子中のタンパク質を分解させると、タンパク質の消化吸収効率が増大する。米飯食、米飯大豆食。 米飯納豆食で食後血糖値を比較したところ、米飯納豆食、米飯大豆食、米飯食の順で血糖の上昇が少なかった。納豆の水溶性食物繊維や粘性の高い成分が血糖の抑制に貢献した可能性がある。本調食家には腹中を整えて食を進め毒を返すとあり、成長作用は古くから知られている。これは 納豆菌が遺産に耐えて腸まで生きたまま届くためである。廃物も利用されている。鶏の飼料に加えることで、鶏卵のコレステロールを低減させることが報告されている。また、冷蔵庫で長期保存すると白いカビのようなものが発生するが、これはチロシンというアミノ酸の一種で、風味は悪くなるが食べても差し支えはない。 納豆菌を使用して発酵させるため、納豆菌特有の発酵時の周期がある。代表的なピラジンは、アーモンドココアパン、味噌、醤油にも含まれる周期である。中には、アンモニア成分も含まれており、発酵が進みすぎたり、摂氏10度以上で保管されていると時間とともに、アンモニア臭が強くなる。わら納豆は、わらの周期、 競技で包んだものはその木の周期が加わる。また、発酵室内で訓練処理を行う場合もある。納豆を苦手とする人はこの周期を理由にあげることが多く、近年では周期を抑えた製品も市販されている。ビタミン K は工業血薬ワルファリンの作用を弱めることから、ワルファリンの服用中は納豆は避けるべきとされる。一般家庭でも、 納豆を作ることができる。必要なものは、十分に蒸したあるいは茹でた大豆と、納豆菌、納豆そのもので、大用化と、納豆菌が生育する適度な温度、30から45度、適度な湿度、適度な時間、1から2日、十分な酸素である。適度な温度や十分な時間や酸素がないと納豆にならずに豆のままとなる。適度な湿度がないと乾燥大豆になり、 過剰な時間だと腐敗同然のアンボニア州に満ちることになる。伝統的な納豆の作り方は蒸した大豆を稲のわらずとで包み40度程度に保温し約1日ほど置いておく。稲わらに付着している納豆菌が大豆に移行し増殖することによって発酵が起こり納豆が出来上がる。日本における納豆の起源については聖徳太子が 馬の飼料として残った煮豆を藁で包んでおいたら、出来上がった53年の薬で農民教室した煮豆の藁包みが糸を引きつ強い香りを放ち始めたので食べられるようになったといった伝説があり、いずれも藁についた納豆菌による自然発酵がケーキになっている。納豆用の藁には一定の長さと品質が求められ、 手作業で丁寧に刈り取った稲をお出かけした自然乾燥させたものが必要となるが、こうした農家は機械化や高齢化で激減している。米価の下落や飼料用米への転作などもあり、藁不足が深刻になっている。このため、水戸市と納豆メーカーが稲藁確保のための協議会を設立し、加工機材の貸し出しなどに取り組む。 大量生産の要求に応えるため、純水培養した納豆菌を用いる製造が主流である。衛生的で近代的な工場生産の手法を確立したのは、半沢一氏で、半沢は1930年代に研究を、重ね納豆菌の純水培養法と衛的で安定した納豆の製造方法を確立した。蒸した大豆に純水培養した。 納豆菌の分散液をかける。ついでこれを発泡スチロール容器や紙パックに充填し、40摂氏42度で6時間程度保温すると、納豆菌の増殖に伴う発酵熱で温度が上昇し18から24時間強後、冷却により発酵を停止させる。流通段階でのアンモニア増加を抑制するため、摂氏10度以下に保ち食品衛生法など必要な 法令により求められる表示が行われ出荷される。製法にかかわらず、販売する食料品として納豆を製造するには、食品衛生法に基づき都道府県知事、保健所を設置する市では、市長、特別区では、区長の許可が必要である。市販の納豆の大部分は、常日のように純粋培養した納豆菌を資菌として用いる製法によって製造されている。 こうした純粋培養の主菌を使った納豆を伝統食品らしさを演出するため稲わらで包んだ製品以外に稲わらに付着している納豆菌を用いた伝統的な製法による納豆も少ないながら製造され流通している。この製法での納豆菌は耐熱性の高い画法となってわらに付着しており沸騰している湯に数分浸すと 他の雑菌は大部分が煮沸されて死滅し、納豆菌画法が生き残る。その後、茹でた大豆を藁と接触させ三十七度から四十二度に保つと、納豆菌は画法から発芽し、増殖を始める。そして、その旺盛な繁殖力で死滅を逃れた他のが放菌類に先んじて栄養となる物質を消費し、他の微生物の繁殖を阻む。いずれにせよ、 日本国内で流通する市販品は食品としての基準に適合するよう管理され製造されているとみなして良い。なお、あえて自家で納豆を作ることを試みる場合にはいくつかの留意点がある。納豆菌は酸にはやや弱く乳酸菌の活動によって生まれる乳酸によって活動が阻害されることがある。また技術開発の結果普及した周期の弱い種の納豆では 活動がさほど旺盛ではない菌種が用いられており、環境によっては雑菌が繁殖する余地がある。また、納豆菌の点滴として、細菌寄生性ウイルスのバクテリオファージがあり、ファージ活動後に雑菌が繁殖することもあり得る。特に納豆菌繁殖前の茹でた大豆には、雑菌が極めて繁殖しやすい。自家製といえども食用に供するには、 衛生面でのそれなりの配慮が必要である。納豆の食べ方は、人による好みだけではなく、地方差もあり、各種ある。いわゆる納豆ご飯として、白米を炊いたご飯に納豆を乗せて、一緒に食べることが多い。納豆を、ふんわりとした食感で食べるためには、糸を引いて、空気を含むようによく練ることである。これは、先にタレなどを加えると、 水分型となってしまい粘りがあまり出なくなってしまうから出る。一種のアイディア商品として納豆を混ぜる専用のスティックも売られている。この糸引きは食品のうち納豆ならではの特色である。納豆業界が開催する全国納豆鑑評会では風味の他に糸の引き具合が審査項目となる。納豆を食べ慣れていない場合。 特有の伸びた糸やちぎれた糸によって、器や食卓を汚してしまうことや、その食べにくさが問題となる。その場合は箸先を味噌汁に少しだけつけて、納豆を食べるようにすると粘り気を保ちつつ、余分な糸ができにくくなる。味噌汁に含まれる水分、塩分、そして温度などで糸を安定させている成分である。落胆が不安定になり、糸が伸びる前に切れるからである。 納豆を叩たたき刻んで味噌汁に入れた納豆汁は江戸時代までは納豆ご飯よりも頻繁に食卓に上っていた。蕎麦、うどん、カレーライス、ラーメン、チャーハン、和風スパゲッティのトッピング、お好み焼きやオムレツ、焼き餅の具、納豆巻きや軍艦巻きの寿司ネタ、天ぷらの種などとしても用いられる。パンが焼ける匂いと納豆の共通の周期成分。 トリミチルピラジンにおいて調和するためか、納豆をパンに乗せる、袋状のパン、ピタに入れる、挟む等の方法で食べることも、いわゆる納豆パン、納豆トーストとして定着している。醤油やタレのほか、和がらしを加える食べ方が一般的だが、鶏卵やうずらの卵、ネギ、みょうが、大根おろし、豚ぶり、削り節、海苔、青海苔などを合わせて食べることも多い。 長芋、とろろ、めかぶ、オクラ、なめたけなど、納豆同様に粘り気がある食品と混ぜることも広く、行われる。とろろ、オクラなどのほか、マグロ刺身と一緒にご飯に乗せた料理は飲食店で、バダン丼と称される。ネギや辛子を加えると、納豆のアンモニア臭を抑える効果があり、優れた薬味とも言える。ネギや辛子を途中で加えずに、 そばのネギやわさびと同様に最後に少しだけ乗せたり、からしの代わりにわさびを乗せたりする場合もある。北海道や東北地方では、醤油に上白糖を混ぜて、甘だれ風にしたものを使用する地域がある。納豆に砂糖を加えると粘りが増す。市販の納豆の天ぷたれは、ほとんどのメーカーで原材料に砂糖が最も多く使われている。福島県では、 白菜の漬物を入れて食べるものもいる。野沢菜漬けやキムチなどを混ぜて食べられることもある。漬物に含まれる乳酸はアンモニアを中和し、匂いを抑えて食べやすくする効果がある。主にスーパーマーケットやコンビニエンスストアなど、冷蔵施設を備える、食料を品売り場で広く売買されている。納豆の自動販売機も存在する。茨城県や埼玉県川越市などでは土産物。 名産品として販売している場合もある。かつては納豆売りと呼ばれる行商人が納豆を売り歩く振り売りなどが盛んであった。売り声は納豆、納豆、語尾を上げるというものであった。割らずと納豆は明治時代の東京で派生したもので、競技納豆は大正義以降に行われていた。1960年代以降は流通面で 法律的なことなどから、一般的には発泡スチロール容器が扱われている。発泡スチロール容器は積み重ねられる形状になっていて、2から4つを1セットとして売られている場合も多い。また、納豆を容器に入れたままかき混ぜて、糸を引くことができるように、そこに凹凸がつけられるなどの工夫もなされている。発泡スチロール容器の普及は、納豆の消費拡大に大きく貢献した。ただし、 バラに比べると通気性が悪く、また、納豆の臭い成分を吸着しにくいために、納豆独特の匂いがこもって強くなる傾向がある。こうした風味の違いや、自然食品的なイメージから、一部の高級品や自然志向の商品、土産物では現在でも、バラや競技を使う場合がある。からしと納豆用のタレが付属することも多い。2008年には、 カンが新改良の発泡スチロール容器の製品を発売した。これは同梱のタレを従来の液状袋入りからゼリー状にして容器内の小室に接注入したもので納豆とタレ袋を分離するフィルムを配して通気性を向上させるとともにタレとの混合を容易にしていた。ただし長時間容器を傾けて運搬、保存できないゼリー状のタレと納豆との混ざりが悪い。 という欠点があったためか2013年時点では、蓋に液体タレを内包させる、新方式に変更されている。粒の大きさによって種類があり、大粒中粒子粒極小粒超極小粒、引き割りの順で小さくなる。原料となる大豆の粒の大きさについては、農林水産省の農産物規格規定によって、下表の通りに定まられており、丸めのふるいを使って振り分ける。なお、 上極小粒については、企画規定にない。全国納豆共同組合連合会が2005年に実施した消費者アンケート調査では、粒の大きさとして、小粒を好む人の割合が、おおむね高い40%ものの、特にこだわらないという人も、一定数存在する25%。と、引き割り、すなわち砕いた大豆を発酵させることによって作られる納豆。秋田県など、 北東北で古くから作られていた糸引き納豆の一種。引き割り納豆に対し、割っていない大豆を使った納豆は、粒納豆、粒納豆と呼ばれる。引き割り納豆は、粒納豆に比べて発酵が早く、消化にも良いとされる上、カルシウムを効率的に吸収する役割の、ビタミン K が豊富である。粒納豆を刻んだような形状をしていることから、 発酵後に納豆を刻んだものと誤解されることがあるが、実際は発酵以前の浸水前に大豆を砕いている。材料として、麦を併用する、塩辛納豆もしくは寺納豆、浜納豆とは、現在一般的な糸引き納豆との区別をつけるための便宜上の名称である。現在、納豆といえば納豆菌を発酵させた、いわゆる糸引き納豆を指すのが一般的だが、 糸引き納豆が登場したのは中世以降のことであり、それ以前の定義で、納豆とは麹菌を使って発酵させた後に乾燥、熟成させたものであった。製法無風味も味噌や皮塩に近い。塩辛納豆は、古い漢語では、塩と呼ばれ、中国では、紀元前2世紀頃の遺跡からも出土があり、今なお豆、豆腐と呼ばれ、中華料理の重要な調味料である。 日本では奈良時代頃に塩の一種として伝来したのではないかとされ、つまり元来の納豆は調味料の一種であった。古い資料では茎、茎の名で言及されているが、平安時代には納豆という名でも呼ばれるようになった。なお、塩の他に泡という名のものがあったらしいが、これは平安時代以降姿を消している。室町時代頃になると、 日本独自の食品として登場した糸引き納豆が広く知られるところとなり、日常食として消費されるようになるとともに、納豆という言葉もまず糸引き納豆を意味するように変していったとされる。その一方で、主に調味料として用いられた塩辛納豆は、味噌にとって変わられるようになった。同じ頃、北宋や南宋に渡航した僧たちが、塩辛納豆を持ち帰り、 再度国内に紹介した。寺院内でも、盛んに生産したことから、これらは、寺納豆とも呼ばれるようになった。こうした伝統を持つものが今でも、京都の大徳寺、大徳寺納豆、天竜寺、一休寺や浜松の大福寺などで作り続けられており、名物として親しまれている。このうち浜松地方で作られる塩辛納豆は、浜納豆の名称で販売されている。なお、 山形県などの東北地方の一部には糸引き納豆に麹と塩を混ぜて発酵させた一般的に想像される塩辛に似たごと納豆というものも存在する。食べ方は魚介類の塩辛と同じようにご飯のお供やお茶漬けの具として用いる。一部の産地では雪が降る季節に熟成させることで低温発酵させているものがあり風味が少し異なる。これは 雪割納豆と呼ばれる。山形県酒田市の塩納豆、熊本県の金山寺納豆など、ローカル色に富んだ納豆もある。特に北関東から南東北にかけて消費量が多い。生産量日本一は茨城県、消費量日本一は福島県である。逆に消費量が少ないのは西日本で、最下位は 和歌山県であるが2004年の調査では西日本でも納豆好きは半数で嫌いは2割という結果であり納豆消費金額は20年前の4から6倍以上に増加している NTT ナビスペースが2009年3月にポトラ会員に対して実施した納豆の好き嫌いの調査では3827の回答があり70.2%が好き 15.1%が好きではないが健康のために食べる14.7%が嫌い食べないとなった近畿四国中国地方では好きが過半数ではあるが他地域と比べ嫌いの比率が高く特に奈良県島根県徳島県高知県では好きが半数未満であった世界の臭い食べ物にもしばしば選出されており 納豆が持つ臭いとねネバネバした食感に対して、欧米人からは、かなり食べにくいとの声が聞かれる。一方で納豆を好む、欧米人も多く、かつ増えつつあり、類似した、発酵食品がほとんどないセルビア出身の、ドラガンストイコビッチのような熱烈な納豆ファンも、生んでいる。末尾の数値は2013年現在の、日本国内シェア順位、イソフラボン。 免疫力増強作用、ホルモンバランス正常化作用、レシチン、成長、抗菌殺菌効果、サポニン、抗菌殺菌、高血圧、血栓予防の効果がある。2007年1月7日に放送された、関西テレビ富士テレビの共用番組、発掘。あるある、大辞典にで、納豆の摂取は、ダイエットに効果があると、大幅にデータを捏造増して紹介されたことから、 多くの店舗で一時品薄状態や売り切れになった。しかし、納豆空飛と色白美人のことわざがあるほど、納豆は成長効果や満腹効果以外に良質な栄養源であり健康に役立つ食品である。必須元素のセレンが大量234マイクログラム、100グラムに含まれているとする説があるが、原料の大豆は含有量17.8マイクログラム、 100g なので疑問がある。また、納豆菌には虫歯菌や歯周病菌の働きを抑制する効果があるので虫歯や歯周病を予防する効果があることが知られている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。